洋子さんの夜のブランコ。大好きなあの人は夜になるとやってくる。私の家から15分、あの人の家から15分。ちょうど二人の家の真ん中に小さな公園があった。奇数の日の夜11時、こっそり家を抜け出して公園にかけてゆく。大抵先に着くのは私。二つしかないブランコの私はいつも右側でキーキー言わせてると、あの人の足音がして、嫁にも白い形の良い歯が見え、そしてあの人はゆっくり手を振る。ある日昼にあの人と会った。私なんだかイライラしてて、些細なことで喧嘩してしまった。奇数の日だったけれど会う気も起きなくて、今夜は公園に行くのをやめようと思った。でも約束の時間を30分過ぎてから、やっぱり気になってしまって公園にかけてゆく私。着いたら誰もいなかった。小さな気配を残して揺れている左側のブランコだけを覗けば、というわけでした。なんてね。